ター級タイトルマッチ、アメリカテキサス州サンアントニオからお伝えしています。解説は元 WBC 世界ジュニアウェルター級チャンピオンの濱田剛さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。両選手の体格比較が出ています。身長はデラホーヤが 177.8 センチ、カマウ 179.5 センチということになりますので、ほとんど差はありません。ただリーチがカマウが2メーター8センチ、一方のデラホーヤが185センチと、濱田さん、23センチの差があるんですね、はい、いやー、ずいぶん長いんですね、はい、まあ20センチ以上というのはあんまり引かないですけどね。試合はフリーノックダウン制で行われます。スタンディングダウンを取らず、立ったまま続行不可能となった場合はテクニカルナックアウトとなります。さあ、青コーナーからデビッド・カマウが入場してまいりました。6歳の時お父さんが亡くなりました。そして時を経ずしてお母さんは失踪、引き取られた先のおじさんはアルコール中毒、靴も買えない生活の中でカマウが出会ったのは9歳の時テレビで見たというモハメッド・アリのボクシングでした。アマチュアのアフリカチャンピオン、プロ転向して今日が30戦目となるデビッド・カマウです。世界チャンピオンになることが夢であり、そしてゴールである、自分はその資格があると信じる、そう話していますデビッド・カマウ。母国ケニアに史上初のチャンピオンベルトをもたらすのか、今リングに上がりました。あー、アラモドームからブーイングです。浜田さん、何かこう、はい、敵地に入ってきたような感じですね。まさにやっぱりデラホーヤ人気がそうさせてると思いますけどね。このデビッド・カマウのメイントレーナーはルディ・エルナンデス、あのジュニアライト級チャンピオンのヘナロ・エルナンデスのお兄さんになります。場内のボルテージが次第次第に上がってきました。あー、すごい歓声です。ものすごい歓声です。この歓声がお耳に達しているでしょうか。6歳の時ボクシングを始めたというオスカー・デラホーヤ、お父さんはメキシコからの移民、そして最初に今日構えたのがここテキサス州でした。デラホーヤにとっては第二の故郷ともいえるサンアントニオ、アラモドームが揺れています。ボクシングの伝説的な存在になりたい、そう話すオスカー・デラホーヤ。シコンのガウンに包まれた肉体から静かなる闘志が感じられます。プロに入って敗戦を知りません。アマチュア229試合して実に224勝という伝説的なスコアを残しました。プロに入って今日が25戦目です。目標の6階級制覇のためにはここで負けることは許されません。試合後に見せるいつもの人懐っこい笑顔は全く今見ることはできません。今ゆっくりとリングに上がりました。4階級制覇を達成しているゴールデンボーイ、オスカー・デラホーヤ。ものすごい、ものすごい歓声です。WBC 世界ウェルター級タイトルマッチ、まもなく試合が始まります。さあ、今日のリングアナウンサーは世界ナンバーワンのリングアナウンサーでありますマイケル・バッファーです。デビッド・カマウ挑戦者。浜田さん、この表情をご覧っていかがですか。まずカマウから、まあ、ちょっと硬いかなという感じしますね、まあ、普段どういった表情で試合するかはちょっと分からないんですが、今見ただけだと硬いかなという感じしますね、はい、一方のこのデラホーヤ、いつもより緊張感があるような感じなんですが、まあ、いつも試合前と試合後の雰囲気違う選手なんでですね、はい、試合前はいつもこうやって緊張してますよね。家を蓄えています。褐色の肌、オスカー・デラホーヤ24歳です。4階級を制覇したといってもまだ24歳という若さです。さて、今日のジャッジですが、アメリカ・テキサス州デイビッド・ハリス、イタリアからセルジオ・シルビ、そしてアメリカ・テキサス州のゲイル・バン・ホーイ、以上3人のジャッジです。そしてレフェリーはアメリカ・テキサス州のローレンス・コール。For the thousands in attendance here in San Antonio and the millions watching around the world on television. Ladies and gentlemen, let's get ready to rumble!
さあ両選手が紹介されます。Introducing first, fighting out of the blue corner, wearing black trimmed with gold, weighing 146¾ pounds. わずか1敗です。その1敗はメキシコの英雄、フリオ・セサール・チャベスに挑戦した時の1敗です。With only one loss in his career, ladies and gentlemen, from Kenya, Africa, introducing the challenger, David Kamau!ケニアに待望のチャンピオンベルトをもたらすかデイビッド・カマウ。 And his opponent across the ring, fighting out of the red corner, wearing blue, trimmed with white, weighing 147 pounds. In 1992 he captured Olympic gold, and now as a professional his record is a perfect 24 victories with a ゴールドメダリスト、そして4つの世界チャンピオンベルト、常に日の当たるところを進んでまいりました。 Ladies and gentlemenFrom East LA, California, presenting the undefeated WBC welterweight champion of the world, the Golden Boy, Oscar De La Hoya. アラモドームの興奮は最高潮に達しています。真っ青なトランクスを身につけました WBC ウェルター級チャンピオンオスカー・デラフォーヤ、そして褐色の肌黒いトランクス、挑戦者のデビッド・カマウ。タイトルマッチ12ラウンド、まもなく最初のゴングが鳴ります。サン・アントニオ・アラモドーム、割れんばかりの拍手が起こっています。さあ第1ラウンドのゴングが鳴りました。左を払っていきました挑戦者のカマウ。ブルーのトランクスデラフォーヤ、一方の黒いトランクスがカマウです。この放送はアメリカ CA テレビ、 HBO ホームボックスオフィスをキーステーションに世界38カ国に衛星中継されています。挑戦者のカマウ、リーチ長いとは聞いてましたけど本当に長いですね、はい、リーチがとにかく82インチ、2メーター8センチあります。一方チャンピオンのデラフォーヤが73インチ、185.4センチということになります。その差はおよそ23センチ。右、左、ボディブロー、カマウ。挑戦者カマウ、手長いですよ。はい。チャンピオン、ブルーのトランクス、オスカー・デラフォーヤ。複数回の制覇ということになりますと歴史上は1897年、今から100年前になります。ボブ・フィッシュモンズがミドル級に続いてヘビー級を制しました。これが史上初めての2階級制覇でした。ボクシングの歴史上5階級制覇に成功したのがシュガー・レイ・レナード、そしてトーマス・ハーンズ。4階級制覇はこのオスカー・デラフォーヤ以外にはロベルト・デュラン、そしてパーネル・ウィテカー、この3人が4階級制覇に成功しています。デラフォーヤの右、ワンツー。チャンピオンのオスカー・デラフォーヤは前人未到の6階級制覇を宣言しています。左、激しい打ち合いで第1ラウンド。挑戦者カマウが積極的に打ってきてるんで、はい、いい試合になってますね、はい、チャンピオンのオスカー・デラフォーヤは92年バルセロナオリンピックの金メダリストでした。一方のデビッド・カマウもアマチュアで128戦して120勝、アフリカチャンピオン、そしてソウルオリンピックのベスト8に進んでいます。両者ともに歴戦の強者という WBC のウェルター級タイトルマッチ第1ラウンド、残り1分を切っています。相手がデラフォーヤであってもリングに上がってくる以上、誰でも私の相手はすごい相手なんだ、ひるむことはないと話していました挑戦者のデビッド・カマウ。ものすごい歓声です。あ、デラフォーヤ人気はすごいですね、はい、もう隣にいる浜田さんの声がよく聞こえません。これだけ人気出すまでの、まあ、最初は作られた人気かなと思いましたけど、はい、本当に実力でこの人気をもぎ取りましたね、はい、カマウの右ボディーブロー、これはちょっと遠い。左、カマウの声が聞こえてきます。ワンツー、首を切った。残り10秒です。第1ラウンド、右左、フッフッという、今度はオスカー・デラフォーヤの声だ。
第1ラウンド終了です。何やら激しい試合になりそうです。第1ラウンド終わりました。チャンピオンのオスカー・デラフォーヤ、ジュニアライト級からミドル級まで制することができれば前人未到の6階級制覇となります。従いましてパウンドで言いますと130パウンドから160パウンドまで、浜田さん、はい、72.5キロから 58.9 キロと 13.6 キロの、まず普通の常識じゃ考えられないですね。あのボクシングでいう3キロというのは相当な違いあるんですよね、はい、それを10キロ以上というのはまず普通の常識じゃ考えられないですね。13.6 キロのこの6階級を制覇しようと目論んでいますチャンピオンのオスカー・デラフォーヤ。とにかくボクシングの伝説的な存在になりたい、若いのでまだまだ学ぶべきことはたくさんあると、そう話していますチャンピオンのデラフォーヤ24歳。いやこのデラフォーヤは実際に左、ナイスパンチ、左、左から右、デラフォーヤ、あー左から入りますよ、左からカービーダーン、第2ラウンドダウン、フックでした。パンチは切れてますね。さあ立てるか、カウント8、さあなんとか立った、なんとか立った。デビッド・カマウ、ケニアのスラム街の出身というデビッド・カマウ、幼い頃には靴さえ買いませんでした。なんとかこのチャンスをもぎ取りたいというカマウ。さあオスカー・デラフォーヤ出る、デラフォーヤよく見てますよ、右から左、よく見てますよ、左、さあカマウダメージはどうか。いやダメージはね、カマウの右だ。さあデラフォーヤも出る、はい、ダメージはありますけど、いやいいパンチ打ってますよカマウ、はい、一つカマウの右が入りました。デラフォーヤもう少し相手のパンチは弾き返さんという感じですね、はい、ここちょっと内に出すぎましたね、はい、ここから見ていますとデラフォーヤの左の方が少し赤く腫れてきました。 いいパンチ食いましたからね、はい、さあ第2ラウンド残り1分半、もうアマチュアから出てきたばかりのデラフォーヤだったらあのパンチでダウンしてたかもしれないですね、はい、ツー、第2ラウンドまずダウンを取りましたチャンピオンのオスカー・デラフォーヤ。カマウの方も、おー右ストレート、はい、右のボディ、カマウの右ストレート威力ありますね、はい、とにかくデビッド・カマウもケニアの貧しい町に生まれ育ちました。6歳の時にお父さんが亡くなりました。お父さんが亡くなった後お母さんは自然と家出をしていました。ガッツー、今打たれましたよ、はい、浜尾の左から右、もっと相手のパンチはしっかりと弾き返さんという感じですね、はい、まあ、もともと、体を振る選手じゃないんですね、相手のパンチをブロックを、腕で弾き落とす選手なんですね、もっとしっかり弾かんという感じですね、はい、スカーデラフォーヤこのラウンドダウンを取りましたが、その後はデビッド・カマウの反撃を受けています。右ストレートを2発いいの決めましたよ、はい、左だ、さあカマウを返す、さあノーノーガードの打ち合いだ、ノーガードの打ち合い、激しい打ち合いだ。第2ラウンド場内から大きな歓声が湧き上がっています。左のボディブロー、さあ両者打ち合い、最後はフック、パンチ力はいいもの持ってますね、さあ立てるか、立てるかデビッド・カマウ、指を振った、カウントライン、カウントアウト、ノックアウト、オスカー・デラフォーヤチャンピオン、チャンピオンオスカー・デラフォーヤ、新たなる伝説をテキサス州サンアントニオに作りました。2ラウンド KO 勝ち、人気出るはずですね、こういった試合すればやっぱり人気出ますよ。しかしあのチャンピオンのデラフォーヤはですね、はい、第2ラウンド終盤もうノーガードの打ち合いに応じましたからね、ですからそういったところが人気出るんですね、あのお客さんがさあ頑張れデラフォーヤという気持ちと一体になって試合しますからね、はい、お客さんが、引き寄せられて一緒になって力入ると、やっぱり引きつける魅力ある選手ですね。にっこりと笑顔が出ましたオスカー・デラフォーヤ。しかし今2度ダウン、それでノックアウトではあるんですけど、はい、1回目ダウン取った後危ない場面ありましたからね、はい、ああいったところでもやっぱり自分の体勢に立て直して勝負をかけるところなんかやっぱり一流の選手になってきましたね、はい、